ありがとうございます。今日も勉強会ありがとうございます。ありがとうございます。今日の勉強会は一年後どうなりたいかと、あみんなどうやって成長していきたいか。対価と、倍の売り上げするには。そういうことだね。中部地区がどうやって成長していこう。私メインじゃないですか。もういいって、もういいって。うちの会社は、まあ、これ月に何回やる？ 2回。2回。あチーム分けで半々で。2グループですね。今日は勉強会って、まあ、こうやって月に1回ずつだから計2回だけど、まあ、今は俺が主催している勉強会は数字の話とか一切なく、まあ、いろんなことやコミュニケーションとかお客さんとやって喜ばせるとか絶対品質上げてくるとか、まあ、そんな話を今日やってで、まあ、そうやって勉強会を、まあ、やってたんですけど、なんと裏計画レシーブレシーブこそレシーブこそ何ピーマンピーマンタラちゃんタラちゃんタラちゃん嫌ですね今日はちなみに視聴者の皆さん今日は営業会なんですよ営業現場管理系、まあ、リリちゃんもね社員みたいな社員ですか、はい、職員別だねはいで、まあ、そういう中でラインはいタラちゃんタラちゃん裏計画視聴者の皆さん、ここのメンバーなかなか多いよね塗り替え、まあ、塗り替え道場の裏計画で、うん、ある地域に新しい店舗を構えようっていう計画が浮上しておりまして、でそこをちょっと出店にあたって何ある？ある地域行っちゃっていいんですよ。いいよ。そう言うためにってことそうですね。まあ、関東ただまあ関東って言っても、うん、ちょっとまだやっぱり東京は敷居が高いんで。うん。敷居が高いっていうか、関東はあれやん。やっぱり競争過多ってことは、まあ、いい土佐屋さんがいっぱいおるってことだよね。はい。で供給が、まあ、やってるのに出す必要ないもんね。はい、そうですね。だから、まあ、東京都内ではないけど、はい、場所決まったのちなみに。神奈川の方向で検討します。神奈川はい。検討しますと。はい。うわあもう、二階堂城、ついに関東、悲願の、関東出店。悲願の、僕が本当に入社した時からあった話ですけど。うんうん、会社何年目会社ですか、うん、会社、僕たち。夏にならないはい、僕たち。すごい。こいつが関東に来て、もうずっと7年一緒にいたわけじゃん。はい。タラちゃん、なんだ、タラちゃん、ヒロコちゃん、タラちゃん、おちゃこちゃん、おちゃこちゃん、おちゃこちゃん、タラちゃんでいいやろ、おちゃこちゃん、初めて言われたけど、どういう思い、やっぱどういう思いなのね、でも俺は楽しいんだよ、なんかうまくいくいかないは別としても、なんかワクワクする、みんながまたこれで楽しく、中地区も大変なのじゃん、まあ、2人ぐらい契約してるでしょ、みたいな。はい、どう質問何でしたっけ松内さんが寂しくない残念寂しくはないどんな思いやっぱりまあ僕も正直別にあっち、うん、やっぱり行ったことないし住んだこともないし、うん、何がどんな思いってもう不安しか正直ないですけど、うん、ただまあこの、うんまあ、今の7年目で、うんまあ、こんなチャンス与えてもらえるって本当になかなかないし、うん全力で頑張りたいとは思っています、うん、何模範解答したんだろうそうですね何も入ってこかったでももともと上司なんじゃないそうですはいもともと上司だったよねもともと上司ですどういう思い何年前から一緒に思ったでも増内さんが春日井に来たのは最近まだ1年ああそうかそうか半ですよ、ね、本社にもともとおられたんでああそうかそうか本社から春日井半年ぐらいじゃない一緒に多分入れ替わりみたいな感じか入れ替わりもちょっとはかぶってますね。多分半年ぐらいは上司でした。うんはい、ああ、そういうことか。はい、いろんな成長してるね、うちの会社面白いね。なんか昨日と全然違うもんね、毎日。日々成長してるね。どうでもちなみに、まあ、ちょっと内容がちょっと分かりづらい人もおると思うんですけど、まあ、その何名か、まあ、選抜して、塗り替え道場、塗装専門店として、はい関東に出店しようってことがまず決まってる、はい、時期はいつなの9月え
オープンは10月です。いや、もともとなんかやるやらんちゅう話が出とったんだけど、まあ俺はやるなら今しかないよっていうことはアドバイスしたからね。俺やらなくてもいいって言ったんだ、別に。俺今 YouTube とか SNS、マッチングビジネスも広がってるから。で、来年って言ってたけど、来年やったらもうやらなくていいよって。今って職人さんの質が遊んでるから、全体的にね。ただ乗り換え同士結構忙しいから、過去最高。去年より。すごいですよ。コロナ前より。で、そういう中で、じゃあ、今だったら店舗も空いてるしね。いいところ選べるだろうし、その中で今年だったらって言って今年行くの、それ決まったの？はい、それは決定した前で言ったんですよあの9月に増寿司たちが抜けて、うん、オープンの目安は10月オープンで動いてます、うん、現状は。あ、そう、はい、もうさっき何も喋ってないじゃん何も喋ってないじゃん。はい、お前もなんかあれじゃない、言いたいことあるんですか？言いたいこと。ちなみにね、行くの？まず出すか。うん。いや、はい、あ、そうなの？まず言いたいこと。いや、まあ断られたか。断られたってことはないですけど。うん、ないです。あ、断られた。まあ本人は全然言っていいよっていうルールではあるんですけど。はい。いいよ。あの、いや、そんな。名前だけはいいと思うんだけど、役に立たないわって。そんなことないですよね。そう、なんでまあはい、ちょっと社内的なところですけど、まあ、その辺はじゃあ、まあ、交互期待。そう、視聴者あの誰が行くかはちょっと、でも時期はもう年内確定、はい、はい、ほぼほぼ見て、はい、今塗装ってた、確か6、7、8が閑散期、まあ、梅雨時期だしちょっと終わってくる時期だよね。でその後に目指してやっていこうと。そうですね。でまたメンバーが抜けて今採用も今すごい動き始めたね、はい、でそういう中でどうやってじゃあ中部地区をきちっと守れる人も育てて、はい、抜かなきゃいけないよねっていう動きが、はい、はい、お前ら YouTuber なんだろ、お前だいぶ一周やりにじゃん、もう入っててはい、あーっつって、はい、まあそういう流れでちょっとまた乗り換え道場も今年も面白くなっていくかなって、まあ、何の動画って言ったら関東出展しますっていう、まあ、発表動画みたいになってますけど、ぜひ本当にね。で、あの教育業者募集もしてる、これを機に YouTube で関東の職人さん、うん、まあ、募らさせていただければ、うん、足場、塗装、シーリング、防水、はいはい、で日本関係がメインかね。そうですね。で、まあ、はい、まあ、本当に塗装がメインですよ、うちは。あの売り上げのリフォームなんか何パーぐらいある？ビビタだね。ビビタだ、はい、結構、まあ、うちは塗装が商品ね、もちろん武器にしてるし、なんか変にそれでリフォームを取りに行ってなんか売り上げにしようっていう考えではなくて、自分たちのやっぱ自信になるものをきちっと提供しよう、どうしてもリフォーム頼まれたらやろうっていうスタイルなんで、そんなにリフォームってないと思うんですけど、まあ、あのライフ塗装は、まあ、パンチあるからね、うちね。そうですね、うん、だからまあいいものを提供できるのは、もちろんこうやってね中部地区で培ったこの十何年の、ね、レベルを下げないようにやっていくためにはどうやってやっていかないのかっていうのはすごく難しいところではあると思うんですけど、多分足場も含めて、多分今の理解道場の足場班は、でも行ってもいいって言ってたやつもらしいで、ただ今行ったら材料のコストアウト。そうすね、あ、毎日ないから足場、うん、最低毎日1頭2頭かかる状態ってことは月やっぱ40頭ぐらいかかんないと、うん、仕事がないから、うん、足場班で今日は休み今日はあるみたいなそう具体的に毎日組めんじゃん。そうです、ね、40頭あったらそれでも空くじゃん、1日2頭だったらね、はい、この日ゼロっていう日があるもんね。なかなか難しいと思うけど、ちなみに誰が、いや、もうすごい言えない、そう言えないですね。まあそういう話も出てますけど、言えない、まあ、ただ、面白くね、面白くなることは確実なんで、また本当にどうせ行くなら関東一番になりましょうって言うでしょ。で今中部地区ではまあ1番なのか、まあ、2番なのかもしれないけど、まあまあいい位置がおると思うんですよ。何をもって一番かあるのかよると思うんだけど、まあ楽しい会社、いいものを出る会社に、まあ、成長して関東を行けると面白いよね。はい、ぜひ、なんだろう、お前の携帯の電話番号って40種類。すごい手あると思います。だから連絡先はちょっと入れてきますんで、またこちらからおいおい連絡をしてきますので、はい、まあ、目指せ9月、10月だね。はいはい、9月には行こうということなので、はい、またぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、まあ、関東行くにあたって、で一番ね、要求をつけてる
番気をつけた、うん、まあ、そうですね、まず、まあ、松内は中部地区では大きな戦力ですので、うん、彼が抜けても、まあ、こちら の、まあ、その営業の質から売り上げから全てにおいてレベルが下がらないように、うん、そのためにも中途の採用も、うん、同時進行してますので、うん、その育成と新しいところっていうのを重きを置いてやっていかなきゃいけないかなというふうに考えます、うん、聞きましたか今の模範解答二階堂社は俺みたいな社長でも回ってるのはこういうことですこういう人がいるから会社も回ってますじゃあここは気をつけてると、うん、あっちに行くのにあたって、うん、正直もう本当に、うん、もう本当に今のその、うん、この名古屋愛知県でやってきたことって、うん、まあ、正直ここだけの話かもしれないし、やっぱりまあ、あっち行ったらあっち行ったらあっちのやり方っていうのも正直あるかもしれないんで、うん、正直そこら辺は、うん、もちろんもうそのやり方、うん、まあ、今の形にとらわれすぎずには臨機応変に対応できて柔軟にやっていけれたらいいなとは思ってます、うん、なるほど、はい、じゃあ残されるものとしては、うん、残されるものとしてはなんかこれからね、大事なことじゃん、ちぶちぶね。まあ、その関東地方に行ったメンバーが、うん、安心できるように、あ、名古屋の城を守ると。名古屋は愛知県、岐阜、三重、うん、こっちの、うん、こっちのね、ちゃんと、ここで本丸が崩れとったりなんですね。はい、でも、そんなことでやがらんでもいいじゃん。この部分も分かるよね。はい、はい、まあ、関東にメンバーがいるってことは、うん、その分こっちの人が減っちゃうってことなので、うん、まあ、その抜けた穴を埋めれるように努力をしたいなと思ってます。もう若い人いらんでよ。ああ、入って4ヶ月入って4ヶ月です、うんうん、まず抜けた人、うん、ちょっと待ってくださいね。そうですね、まあ、YouTube は愛知県に限らずどこの地方の人も見てくれてるんで、まあ、そういう面でも手助けって言ったらちょっと違うかもしれないですけど、なんかまあ貢献できたらいいですし、なんかさっきちらっとなんか私たちから管理手伝ってもらうかもみたいな。その話も出るんだしよ、ちょっと したいなと思っていました。なるほど、面白そうだね。まあ、まあ、こうやって多分視聴者の皆さん、うちの会社は基本的に半年以内に大体やっていくんで、まあ、ちょっと半年ぐらいにはいないので6月おったらまだそうか、イタリアでどうも、いや、出てないですね。まあ、出ていいよ。やばい。基本やめていくんだ。まあ、また楽しい会社になっていると思いますので、視聴者の皆さん、お客さん限らずね、一般の方だけじゃなくて職人さんも含めてまた応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、じゃあ伊藤の方、せーの、またねー、ブリー。俺も浮かんでんだろ、お前。緊張した。嘘、緊張する。緊張します。正直言ってめっちゃ言ってた。なんか全然喋らそうだ。はい。全部かぶるしかなかった。